はい、では人参切ってきます。大きい人参です。まず皮を剥きます。しっかり洗えば皮ごと食べていただけるんですけど、気になる方は皮を剥きます、はい、そしてヘタの部分をちょっと落とします。はい、人参しりしりって歯ごたえと食感を大切にしたいので、私はこういうふうに斜めに切っていきます。斜めに切っていきます。今日は包丁で切ってますけど、しりしり専用のね、おろしがあるので、そちらを使っていただいてもいいと思います。はい、切れました。そしたら今度は千切りにしていきます。このまま人参を縦に並べて、もうあまり細くしようと思わずに、ある程度食感を残しながら切ってください。これ繊維をね、断ち切るような形で切ってますので、歯ごたえのいい人参というよりは甘みをよく引き出すためと、食べやすくするため、口の中で人参がね食べやすいんですね。ほろほろと崩れ落ちるような感じでなりますので、繊維を断ち切るような形で切るとしりしりが美味しくなります。はい、では炒めていきます。フライパンを温めます。はい、フライパンが温まったらごま油を入れます。気持ち多めです。そして先ほど切った人参を入れます。で、人参とごま油をなじませるように一度混ぜてください。人参のね、鮮やかなこのカロテンとごま油の相性はとてもいいので、油をね気持ち多く入れることによって日持ちもしますし、栄養価もぐんとアップしますので、ここはしっかりねごま油を絡めていきます。そしてポイントはこの人参をじっくり炒めることになるんです。なので、中火ぐらいにしてフライパンにこうまず全体に広げます。塩を一つまみぐらいパッと振りかけます。で、塩を振ることによって野菜から水分が出やすくなるので、甘みも引き出しますし、炒めるスピードもちょっと速くなるので、最初にちょっとごま油をまぶして塩を振るっていうのもポイントになっていきます。そして全体に塩を絡めたら、また人参を広げます。で、炒めるポイントとしては、ずっといじらないことです。ずっといじるとフライパンの温度は下がるし、人参がフライパンについてるところとついてないところが同時に炒め上がらないんですね。なので、こう広げて様子を見て、だいたいそこにある人参がいい感じになったなっていうタイミング、1分ぐらい見ます。で、また上下を変えて、またさっき炒まってないような人参をこう広げてじっと待つ。この繰り返しをじっくり 3、4 分行うことによって、人参臭さが抜けて、無駄な水分は飛んで、人参の甘みだけがこの中に広がっていきますので、ここは焦らずにじーっといじりたい気持ちも抑えて待つ、極上のしりしりを作るコツになります。待ってます。ずっと広げて人参を見るっていうのを繰り返してると、最初は青臭い匂いというか人参臭い匂いがするんですけど、だんだん甘い香りに変わってくるですね。だいたい何分炒めてくださいというよりは、香りを感じながら自分で判断できると、もうしりしりの達人になります。あとは、卵を絡めていくんですけど、ちょっと一度火を止めて卵の準備をしたいと思います。卵を割りほぐしていきます。そして卵の中にほんのちょっとお塩を入れてください。これで味がね引き締まります。で、卵を入れていくんですけど、このねジャッと入れて混ぜると、卵と人参がなんか馴染んでしまって美味しそうに見えないんで、スクランブルエッグのような卵と人参が絡んでるのが美味しそうに見えるので、どうしたらいいかと言いますと、まずこう人参をフライパンの中で輪っかにしていきます。ここにスペースを作ります。真ん中に卵を流し入れてください。そしてこの中だけで卵を炒めていきます。で、ある程度固まってきたなと思ったら、全体を合わせてください。そうすると黄色とオレンジの色が綺麗に出ていきます。卵と人参がこういう感じにね、全体混ざったら最後に味付けです。お砂糖です。もうほんのちょっとです。もう人参だけで十分甘いので、その甘さをぐっと引き締めるためのお砂糖、そして色がつかない程度の少量のお醤油を鍋肌からちょっと回しかけて香りをつけます。はい、そして全体に味がなじんだら人参しりしりの完成です。